現役ソプラノ歌手お笑い芸人のミーチェルですお久しぶりですこんばんはじゃなくてまたこんにちは <noise> こんにちはお元気ですか、えー、なんとか元気に生きております、えー、コンスタントにアップしたいと 言いながら前回の動画でもにもかかわらずなかなかアップできなくてごめんなさい、えー、やっぱコメントとかもですね本当にあのたくさんいただいていろんな方々があのー、メッセージをねくださって応援のメッセージはもちろんですけれどもご経験のね、えー、メッセージを送ってくださったりして私もあの全部全部読んでおります。ちょっと本当は全員に返したいいぐらいなんですけれどもあのー どう返したらね。こういいのかな？って思う。内容とかもあったりしてなので。コメントがね。ちゃんと返せなくて申し訳ないんですけれども、あのしっかり拝見させていただいております。本当にありがとうございます。まあそんな中でもですね。やっぱりこう。私がこの youtube でえが、ー、んのお話をしていこうと。 えー、理由がです、ね、この一応ミッチェルのオペラチャンネルっていうことでもともとはお笑いとか音楽のことを伝えていこうと思って作ってたチャンネルでしたけども知らず知らずのうちにですね今年のまあがんがね1月に分かってから気づいたらなんかがんの YouTube になっていましてただこんなにたくさんの方に見ていただけると思っていなかったので本当にびっくりしているのと、あのー、すごく。 嬉しいです。いろんな方からメッセージ頂い,いてすごく嬉しいです。ありがとうございます。なんですけどね、えー、私が何でこの YouTube でがんの話をしようかと思ったかというと、自分自身もそうでしたけれども、私の周りの方で癌になっている方とか、がんの経験者の方々、それから親御さんがね、えー、がんだったっていう方もそうなんですけれども、 あのまあ、中にはすごくこう、ね、病院のことで泣き寝入りしている方だったり言いたかったけど言えなかったとか本当はどうなのかなと思ったけれども何も伝えられないまま結局、まあ、自分の親御さんが、ね、亡くなってしまったとかそういう話も聞きますしそれからやっぱりこうすごくショックを受けてうまく先生と、ね、なんかやり取りできなかったっていう方も結構聞いてますたくさん聞いてる <laughs> あの中にはですね医療ミスで完全な医療ミスであの本当に大変な思いした方とかでもだからと言ってすごいじゃあそのお医者さんを責めてるかっていうとそういうわけでもなくうんだから患者さんの立場って結構どうなのかなっていうのもあったりしました。 で私はもう最初から言ってますしあのだからそういうねみんながここで辛い思いされた方とかこのステージ4とかいろんながんの、えー、経験をねされてる方々が前向きになれたらいいなという思いでこの YouTube を撮っているという話それから前回前々回の動画もそうなんですけど決してお医者さんの悪口を言いたいのではなくって この言いい方ははどううなのかということこで私は言ってたよね言ったよね, <laughs> 言ったよね <laughs> ちょっとそこで聞きたいんですけどじゃ例えばですよ私たちの場合だったら音楽の業界ですよね。えー、お医者さんでいうと初心で初めて来られた方に対してね私はそういうふうな言われ方をしてちょっとショックだったって言ったと思いますけども。 うーんじゃあ私のところに体験レッスンでね、初めて音楽のレッスンにちょっと歌、声楽やってみたいと思って、オペラやってみたいと思って来られた方にですよ。えー、私が突然ね、え、楽譜も読めないんですか大丈夫ですよ。しばらくやってれば楽譜読めるようになりますよ。で鼻で笑いながら言ってる感じ。わかる 私、そんなこと言ったこともないし、ね。生徒さんは、一人一人、生き方も違う、性格も違う、タイプも違う、音楽との触れ合ってきた、ね。それぞれの生活がありますよ、みんなね。どのぐらい触れ合ってきたのか、みんな違う。みんな環境違う。特に性格ですよ。とか、あと体のね、声の性質がみんな違うから、 この生徒さんにはこの曲がいいんじゃないか。この生徒さんにはこういう伝え方がいいんじゃないか。この生徒さんとこういうレッスンの仕方がいいんじゃないかっていうのを毎回毎回考えながら、それはレッスンだけではないです。例えばコンサートの現場。 この現場では私はこういう立ち位置でこういう振る舞いでやったらいいんじゃないかとか、お笑いだってそうだよね。私は今回こういう立場で呼ばれてるからこうなんじゃないかとか、まあお笑いはまだ全然そこまでね、すごいいっぱいや,やらせてもいただいてるわけではないし、まだまだ全然経験が浅いので、なんともですけど、まあ音楽の現場とか講師として、先生としての現場としてはもう本当にたくさんたくさんたくさんやらせていただいて、あと結婚式の MC 司会とかもそうですけど、 たたたくさんやらてていただいだきましたでその中でねその TPO ってあるじゃん <laughs> ?TPO って言っていいのかなどういう,うにこうに接していったらいいのか接していったらいいのかっていうのはいろんなやり方があってその都度その都度考えてます。特に1対1対生徒さんとご一緒する場合は その都度ものすごいやっぱ考えます。これで良かったのかなとか、終わった後とかもうこれで良かったのかな、次回のレッスンじゃあどうしようかなとか、前回こうだったけど、まあ曲をね、あの、たくさん生徒さんいらっしゃるから、前回曲なんだったっけって分かんなくなることはあるんですけど、そうだけど、うーん、やっぱ先生と呼ばれる立場のね、こう職業は、自信。 めっちゃおっきい地震来てる。<laughs> 何天変地異え、久しぶりに来たよ、地震。びっくりした。びっくらこいた。今な、何事っていうぐらい揺れたんだけど。ハプニングだね。<laughs> すごいね。動画撮ってて、もうなんか毎回何かしらなんかハプニング的なっていうか、いいこともなんかいろんなことが起こるね。面白いね。そうなんでね。やっぱその都度そうやって考えるわけです。だから初心で来て、 え、ガのことなんか知らないに決まっている。だって癌のために生きてんじゃないんだもん。医療の勉強なんかしないさね、そら。音楽の勉強とか、お笑いの勉強とか、ね、司会をする MC のね、司会、そういうことの勉強はしてますよ。でも、業界違うから、知らないよ。で、私は1月のその診察を受けた後、めっちゃ勉強した。超勉強したよ。 本も読みまくった。ええー、それから私を本当にありがたいことに知り合いとか音楽仲間とかお友達とかたくさんいるので、いろんな人から情報も聞き、本も送ってもらい、いろんな人と直接話し合った。もうエビデンス出るんじゃないっていうぐらい聞いてます。そうなってからじゃん。だからなんかお医者さんと同じ感じでお話できないに決まってる。だってガンだと思ってないもん。 癌になるなんて、私がっていう話だったって、言ってるやん。だから、そこから勉強しましたよ。だから、今、なんとかね、えー、元気にしてますよ。ですけれども、そういうことじゃなくて、あの、もう私、相当オブラートに包んで言ってるつもりなの、これでも。でね、毎回毎回一本あげんのすっごい時間かかるじゃん自分で動画撮って、 え、編集して聞き直して、これアップしていいのかなって、すごい迷って、友達とかいろんな人にも相談していいかなこれ大丈夫かなって。それでやってるの。なのに、いとも簡単に、なんか、えって。え、ちなみに言っときますけど、私あの、癌は治ってません。治ってないです。決して治ってはいませんよ。治ってないけども、なんとか元気にやってます。 で、YouTube とかのコメントとかも、その、よくね、今、いろいろ、日本中でいろいろ言われてますけども、そういう言葉一つで、傷ついたりも、します、私も。傷つきます。あの、で、じゃあ、あなたも言ってるじゃないと。偉そうなこと言ってるじゃないって思うかもしれないけど、言われたから、ここで、 皆さんは大丈夫ですかって同じ思いしてませんかっていうことで言ってます。私は。命優先でいいんですよねって当たり前です。だから私で言うと、え、楽譜読めるが優先でいいんですよねって言ってるのと一緒。言わない。そんなこと。え、歌えるようにが優先でいいんですよねって言わない。そんなこと。 どういう風にしたいですかって伺います。オーディションが受けたいのか、ね、劇団式だったりとかね、いろんなミュージカルとか、そういう世界に行きたくて、そこを目指している生徒さんなのか、趣味でやりたいのか、一からやってみたいのか、もしくは、えー、お仕事関係でね、歌われてる人いっぱいいらっしゃるんですよ。えー、社長さんとか、えー、お医者さんももうたくさんいらっしゃいますよ。ご自身のお仕事に合った、そのね、えー、声の出し方、 あと、先生業お仕事でいっぱいお話しする。だから発声をちゃんとして声疲れないようにしたい。声を大きくしたい。聞きやすい声にしたい。っていうことでレッスンしている方もいらっしゃいます。本当にいろんな方がいる。私はどちらかというと、あの、一般職の違うお仕事をしている方々とレッスンしていることの方が多いです。で、中にオーディションを受けるお子さんとかもね、いらっしゃったりとか。あと、ピアノでねあのや、あの、レッスンしてくださっている方もいらっしゃいますけども。 でそういう感じなんです。だからそんな、あの、ね、え、楽譜読めますかえ楽譜読めないんですかえ、あの楽譜読めるが優先でいいんですよねって言われたら腹立ちません言わないから。そんなこと、口が裂けても言わない、はあ。ここまで言いたくなかったのに。<laughs> そう、だからそうじゃなくて、 で、ね、私たちベルトコンベアの上にいる一人一人の患者じゃないんです。ね、同じじゃないの。量産型じゃないの。みんなそれぞれ違う性質を持って性格も違う。生きる世界も違う。ね、やってきたことも違う。で、生活もある。ね、お金のこともいろいろある。そういう中で、ただ夢やをね、目指してやりたいからとかってことだけじゃないのよ。 そういうことじゃないですそうじゃなくてそんな中でもねあのこういうねことをやっていてで歌って声楽って体が楽器なので例えば切っちゃったりお腹ね回復手術してとかそれから抗がん剤とかで何か出てしまうと演奏できなくなっちゃったら体また1から戻すの大変ですよあの1に戻すのがもう大変。 だからそういうふうにしている暇はないっていうかでもう来年とかのね決まってる仕事もだから1月の時点でえもうだから7月以降の仕事かえーと半月以上後の仕事とかも決まってて本番があってそうするといろんな方面に迷惑かけちゃうわけですよだからそこも含めてっていう話で何かいい方法があればっていうことをもう含め 私も一応聞いているってことなんですけど。で、これがですよ。例えばね。そうなんですね。と。体が資本なんですね。体の、えー、体を使うお仕事なんですね。じゃあ、あの、こう、こう、こういう手術でね、ね、えー、そこに支障ができるだけないようにとかなのか、えー、もしくは、お仕事しながらこういうふうにできますよと。で、そこも含めて、命優先でいいんですよね。って。 言ってくださるならもうついていきますよ。はいお願いしますです。じゃなくて、鼻で笑いながら、ね、馬鹿にしたように、命優先でいいんですよね。何言ってんのこいつ。え、あんたえ、ステージ4の B で結構マックスだぜ。え、手術しないで、ナんとでも思ってんの。アホじゃんっていうのが聞こえたの。<laughs> だから言ってるの。 ねえ、ここまで言わせないで。ここまで言わせないでください。<laughs> 私こういう話、私は基本的に平和主義です。悪口とか大嫌い。<laughs> 言うの好きじゃないんです。だから言わせないで。でも、きっとコメントを拝見してい,いって思うんですけど、大変な思いされてる方たくさんいらっしゃるなって、嫌な思いされてる人たくさんいるなって感じましたよ。で、 じゃあもうこれ私順番に言いたかったけどこれだけは言っておきます。私はその後素晴らしい先生に出会ってます。もうこれ先に言っとくよ。だから順番に話すからさって素晴らしい。その先生に出会ったおかげで私今元気です。それが言いたくてこの話をし始めているの。はぁ、あ。 本当はさ、この間の続きの話をしたかったんだけどさ、何も言わなくてもいいかなと思ったんですけど、すごく気持ちが悪いので、で、なん、もう一回、もう一回申し上げますけども、このチャンネルは、癌になられたりとか、えー、それで嫌な思いをされたり、だけど前向きに生きていこう。笑顔で過ごしていこう。自分の人生を、ドラマとか映画のような、 オペラのような物語としてガンを捉えていこう。そこの先に面白いストーリーがある。だから前向きに捉えましょうっていう話をしたくて、この動画を撮っています。毎回。<laughs> 以上です。<laughs> 以上です。もう今日撮るまでにすごい時間かかった。 ああ、やっぱりこういう風な話になっちゃうんだなぁと思って、楽胆。元気だよ。元気だけどだって背中も痛いし、あの、抱えてるものはあるんですよ、他に。元気に知っていますけど。基本的には元気さ。だし元気に見えるからさ。もうだからどこの現場行ってもみんな私が癌だってことを忘れるんだよねってごめんねって後で言われるんですけど。 それはずっと立ってたらしんどいしさ、あるよ、そんなのいろいろさ。今までとは一緒ではないよ、空だけどさ、元気に行きたいからね、私もそんなの忘れて前向きに行きたいと思ってるから、そういうふうに、あの、自分の体力とかも、あの、元気になるようにね、いろんなことしてるし、西洋医学の、 方面以外にもいろいろ試してますよ。やれることはね、食べ物だったりとか、温熱療法とか、えー、私はオステオパシーというね、あのー、その治療も受けてるんですけど、いろいろやってます。いろいろやってる中で、ね、っていうことなんですけど。で、あのー、がんってやっぱストレスがたまると、やっぱこう体温もね、 体がやっぱ冷えちゃったりとか、えー、血行の血の恵みが悪くなったり、巡りが悪くなったりするっていうことで、ストレスってやっぱすごく良くないんです。で、コメントを拝見してね、ああ、しいな、伝わってよかったなって、一緒に頑張ろうね、一緒に頑張りましょうねっていう気持ちで見ているところに、あああああ 眠れなくなるさ。そんなのがね、結構夜遅い時間とかに入ってきて、あコメントだと思ってさ、喜んでみるじゃん。そう寝れないよ。寝れないんだよ。言葉って狂気だよ。小学校の先生が教えてくれました。言葉は狂気だと。私は前回の動画で確かに結構なことを言いましたよ。むくぞとかね、髪むくぞって。それは、 目には目を、歯には歯をということで言ってるんです。え、言われて、もう悔しくてしょうがないからって話もしてますよね。 ええ、なのでそこもご理解いただいた上、みんな楽しく、あの、やっていこうと思っています。多分、ほとんど見てくださってる方は、そういう方ばかりだと思います。前向きに、ね、ガンと向き合っていこう、人生を楽しんでいこうという方々しか、絶対に集まらないはず。私がそういうタイプだから。だから、たまにそういう、こう、コメント来ると、もう本当ショックなので、本当に申し訳ない。本当にすいませんけれども、もう、あの、大丈夫です。 大丈夫ですもう皆さん分かってらっしゃると思う大人だからだからあのー、ね本当にいい温かい YouTube のこのチャンネルにしたいという話を再三言ってるんですけどもね。 あので、まあね、不快にならせてしまうような YouTube をアップしてしまってる私に原因があるんだと思います。で、あんまりにもそれがひどいということであれば、あの、私はもう YouTube、こういうがんの話をするのはもうやめますので、あのー、その場合はね、えー、ちゃんと正々堂々とコメントじゃなくて、あのー、会って話ができればなと思うんです。お会いしたいです。むしろ。会って話をしてみたい。 私は顔出ししてますけど、あのね、顔出しをされないでそれだけ言われるっていうのは本当に正直不快です。あの、それは多分見てくださってる方、みんなが思ってることだと思います。私のお友達だったり仲間たちも、そのことについてはこんなコメント来ることあるんだねって、あの、おっしゃってる方々もいらっしゃいますんで。で、あまりにもそれがひどい場合はもう本当にこのチャンネルはもうやれませんので。 えー、そこだけご了承いただければと思いますこんなこと言ってるやつがいたとたたいてくれるのは全然構いませんただここではやめていただきたい、えー、ということであの今日はちょっとあのすいません申し訳ないんですけれどもあの私も私なりにこの数日間えあ、ー、げようかあげまいか悩んでいた挙げくアップさせていただきました次回また。 続きに戻りますから、はい、皆さんからのコメント温かいコメントそれとチャンネル登録嬉しいですよろしくお願いいたしますということでミッチェルでしたまたねバイバイ